このケーブルカーは最高高度28度、予定距離2キロでの高低連射561メートルは日本一を誇ります。これで終点ケーブル駅までの 1.3 キロメートル、約9分間でご案内いたします。途中、傾斜角度が変化し、カーブ角もございますので、走行中は座席におかけください。お立ちのお客様や車内をご移動の際もお近くの設備などをしっかりとお持ちいただきますようお願いいたします。また空いておりますものより体や手、肘などをお立ちになりませんようご注意願います。また我が国初めての試みであったカーブ、直線をつけた路線などの当時の先端技術を持ってきても非常に難しい工事であったと言われております。以来97年間計算ケーブルは多くのお客様を計算へとお迎えしております。ケーブルロープが取り付けられています。これを山上のケーブル刺激であるモーターと重ねて動かすことによりこのような急な斜面でもケーブルカーは安全に上り下りできるようになっています。また2両の車両が山上の滑車を通してこの1本のケーブルロープでつながっています。そのため上りと下りのケーブルカーは同時に反射し同じ角度で進んでまいります。このような方式を人から水を汲むときに使うつるべになぞらえてつるべ式と言います。先端2つに分かれておりますところが軌道の上の中間点リボートです。まもなくリボートにて下りケーブルカーとすれ違います。
Thank you.